ありがとうございました。では以上で演奏会の方を終わりにさせていただきたいと思います。11月の7日には真岡市民会館の方でも音楽祭がありますので、ぜひそちらにも足を運んでいただければなと思います。また今日一日が素敵な日々でありますように、記念いたしまして、これで演奏会の方を締めさせていただきたいと思います。本日はありがとうございました。